ち人狼鬼隠れてるな。これね人狼です。ガオ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 バボスガオバボス。いいですよ、まだ見ていいっていうまで見ないでください。はい、胸に留めてください。留めます。なんでそこ飛んだ。見てない、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 見てないよ。では自分のを見てください。せーの、ダキダキダキダー。クリアや、クリア。普通にクリア、普通にして逃げたらもう、逃げ切ったらキーパーだけ頑張る俺。では順番を決めましょう。最初はグー、じゃんけん、はい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 、こんなの分からん。シュートを1番。そうやな、市民、はい、やったら1番やな、はい、なんで1番に行くんですか市民って。人狼は最後まで 見といた方が立ち振る舞い考えれるよ。そうそうそう、キーパーです最初に、うん、おかしいな。やばい、レンチャン人狼あるほんまにそれ。ベンチのホッとしてる。なんか今ノーズ考えてんだ。どうして逃げるか考えてんだ。お前早いぞ。いや、もう回してできるか。俺ら天体から普通に市民でクリアしてってことは何倍いったらいい。早く行けば行くほど怪しさランクは減るな。あ、じゃあ2位っす。分からへんねん俺。さっきまであんな言う。ちょちょちょ、俺決まってるんや。俺は3枚だから。アホがもう一人増えた。記事に打たれる。4。3やろ。3、4、5。では、田澤さんキーパーお願いします。はい。トハナ行きましょう。だから、とりあえずクリアや。マキシカチューブ。市民やけどごめん、これは止めるね。田澤さんには俺絶対決めなあかんやん。いや、ここはもう決めなあかん。で、最下位誰やったっけ。遠見と記事。俺と遠見。じゃあ遠見は決めなあかん。では3夜目お願いします。うわっ、言うな遠見。いや、なんかいや、まあ僕は別目だったっすよ。え、しかも遠見だって。しかもなんか顔ちょっと歪んでるな、ずっとさっきから。それじゃあ言うに静かやもん。だって俺はもう狙ったもん。そうすね。でも飛びやっても知らないでしょ。緩かったよな、今緩かった。いや、だってだんだん相当頑張ってたね、今の。確かにコースは良かった。いや、俺ではない。俺はもう市民で逃げ切った。これ行きますね。これ止めなあかんやん。エンジョ君、市民ですか。市民です。止めさせましょうか。市民で7入ってる。7抜けてる。止めさせてください。あ、エンジョ君止めさせてあげてもいいんや、僕は。お前なんでそうなんすか。おもろいかな。エンジョ君に2点あげたい。おもろい。あ、そうか、もう失敗してるもん。もう失敗してるから、タタさんの点を。なんでやねん、ほな俺一番最下位いくやんけ。マケンカさん、このまま全員決めたらタタさんが抜けると思ってた。俺抜けさせて損するか。はい、考えよ。じゃあ止めさせて。止めさせて、あかんて。なんでやねん、あかんて。俺悪いよね、動画。俺最下位になるやん。俺飛び抜けてんもん。俺以外はこのゲームを握ってるんだ。みんなが逃げるやんけ。おう。ぶつ切ります。おっしゃおっしゃって。もうええよかった、止めといて。あとはだからこれで俺が止めなの。キジ殺しゲームにしてなんか。俺めっちゃ反応早かったわ。おキジに決めて誰か。これだって全員が止めたとしても君たちが落ちてるのは変わらないから、はい、これでキジが。ただ人狼やったらもう勝った。惜しい。あんまの見た見ないか。シュート緩かったけど弾丸なしね。いや誰やろ、これむず。でもどっちしろ俺は決めて止めなあかんから。ピッ、ガンガンやん。コースやろ。これインステップで誰も蹴ってない。それはまた家でやってよ、その喧嘩は。インステップあかんって。こうなるよな、こうなるよなって。お前が下手やから。あ、そうか、こうなるやろってことは人狼や。記事が人狼ちゃう、これ市民。だって今決まったのに、決まったのに取り直させられて、取り直させられてんの。そっちも外した。そっちやん、マキやん、お前やん、お前やんけ。これは俺が決めた方がいいかな。これ梅ちゃんが決めたら俺エンジを、ゲンド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 、階段が出てくる。キジじゃなくて梅ちゃん、ゲンド止めさせてくれ。ゲンド頼むで、マジ俺は真っ当に決めるよ。じゃじゃじゃ、ゲンド落ち着け。え、どうなってる。遠見が人狼やったら、そう、どっちかが人狼やった瞬間、俺も超えてる。じゃあ逆転のチャンスがあるってこと。そう、人狼や。喜んでるやろお前ら、喜んでるやんけ。あいつか、向こうが、いや、あいつ喜んでるやん。ほんまに人狼じゃないもん、人狼や。とりあえず梅ちゃん決めてくれ。ではお願いします。ピーッ、でかい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 、これ。あ、決めてる、決めてる。
何やねん、お前や。一応決めとこ、一応決めとこ。マジマジいる。うぇーい。まあそんなに関係ない。では話し合いましょう。はい、ました。人狼王者やったら、いや人狼じゃない、あ、分かった。でもこれで続いたらいいですよ。もうちょい待ってください、続いたら俺まだ挽回できるってことですよね。 OKOK。 だから刺したらやねん。刺したら刺したらあかんか。人狼刺したらか。プライベートでやっとんかい。カメラの前来い、みんな。いや、刺し殺さんと続けた方が点入るっすよ。炎上やったら炎上を殺した段階で5点、殺したから。お前はもう炎上をね、あ、じゃあ俺はどっちでもいいんや。炎上を狙ったから。炎上何が何でも刺しといた方がいいと思う。そうです、逆もしかりやろ。逆もしかり、はい、ワンショートキルで人狼当てたらこのもうゲームは終了します。そうやね、はいはいはい、でこれ俺殺しても終了すんな。人狼、じゃあ俺殺したらもうポイント的に上がられへんなるやん。じゃあ俺は傷が刺すやつ刺すわ。お願いします。俺遠剣刺す。遠剣刺したらいい。遠剣。俺はお前を刺す。なんでやねん。お前なんか同じ時の顔してんで。俺ほんまにじゃん。俺ほんまにマジでこれで俺が死んだ普通に思んないだけやん、展開的に。こんなうまいこと言って人類やったらお前綺麗な。ほんまにな。でもちゃうねん。ちゃんと行動では考えへんの。ここの2人はまあ刺し合うのは支払いとして、あ俺ら3人はなんでそんなそらし合うの。僕は怪しい行動してません。お前してるで。何がですか。蹴り直しのとこ使うんですか。使うで。ってことは弾丸はあかんやん。弾丸じゃないけどな。え、シュートもおかしかったやろ、はい、シュート僕決めました。謎に止めさそうとしてたやん、はい、あれはどっちでもいいシュート打ってるやん。あ、そうかって分かってんのに。だからあれ、ちょ俺ほんま分からんねん。人狼で確定してたからあんなんができたってこと。1夜目俺をルールで詰めてんのにルール分からんわけないよな。1夜目お前をルールで詰めたんちゃう。お前が下手くそすぎて詰めてん。なんで下手くそで詰められるのか。それが分かっててキャラで。なんでじゃんけんしようとしてんのお前。あ、ちょ、マジマフィアと思うけどな。いや、もったいないですよ。マキやった場合喜んだよ、今。喜んだよ。俺に刺されるってなったらさ、お前人狼やから5点入って。お前そうやってパワーでいくのやめて。お前パワー人狼ちゃう、それお前の爪。はい、以上、もう遠近を刺す。爪サッカーってこと。爪サッカーじゃない。キジを刺す。キジはそうやね。キジは絶対そうなの。それが自然やと。だってこれで俺死んだらほんまに思んないだけやから。じゃあ俺炎上君刺したらいい。絶対に刺して。一番ほんまに人狼やと思うのは誰の。いい分野としたマキか梅ちゃんかなって。なんでな、梅ちゃん。え、俺めっちゃ決めてた。なんかお前自分に矢印向けへんの、うますぎ今回。まあ自分思う人刺しますか。負けやったら綺麗な。人狼だと思う人指差してください。せーの。炎上選手2ポイント、キジ選手2ポイント。決戦投票です。達也さんが決める。どっちかに入れる。怪しかった方でいくわ。はい。キジは決めたっけ。俺だって決めて、ほんで蹴り直しさせられて外された。まあもうじゃあ判断材料こうしかない。そう。でも俺感覚的に俺はあれキーパーめっちゃ頑張ったと思ってる。あれちなみに僕決めに行ってますもん。いやでもめっちゃ早かった。ここじゃない可能性は多分あるんすよ。でもここで選ばなあかんって言われてんねんから。確かに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 。これ遠景のパターンあるんすね。弾丸なしであの コース狙ってだってこれ殺されたら遠景のマギになる。最下位になるってことやんな。炎上、まあ、やっぱ外したっていうところでもう外するしかない。じゃあ今外したっすよ。決めて外させられてるから。その2回目やらされてる。え、2回弾丸蹴るからね。弾丸蹴ったらあかんからね。では炎上君の結果を教えてください。炎上君は人狼ではございません。なあ、まあそうか。続くんわ。続くんだ。続くわ。炎上選手一回外れて外していただきます。ちょっと今いい、うん、続くんだって言うのむっちゃ早かった。確かに確かに。何やねん。でもお前の動きしてんもんな。結構そうっすよね。今ないって。俺はほんまに市民だよ。今オーキングの気持ちで見てる。ほらお城の上から気をやってるって見てるやろ。遠近は違う。待って待って、今人狼に5点入ってんか。遠近違うだから。エクい点入ってる。人狼もうよくない。確かにもうよくない。もうええで何してもこいつで。俺なんかあっつる顔やばい。顔めっちゃ喜んでる。北海道いかんくなって喜んでる顔やん。いや残ったから西に雨耳隠れてないか。おいどこにやろ。尻尾出てんちゃうかい。どこに生えてんの。前歯。牙生えて。牙生えてんちゃうか。牙どこから生えてんの。じゃあキッカー決めましょう。これさ一回全員決めて、全員決めよう。全員決めよう。いや全員決めてる。 A 見せよう。確かに、はい、確かに。じゃあ遠見と俺が一緒になるのがいいや。俺はベベになりたくないね。そうやな。じゃあわざと外すってこと。じゃあわざと外すじゃなくて全部決めたら遠見にも、まあ、キーパー頑張るってことやな。全員で市民で勝とうって話や。市民が市民ちゃうのに。市民じゃほんまに。うん、お前か。お前もう勝ってんやろ。ええぞ。勝ってへんぞ。最初はグーじゃんけん。はいはい、これでしょ。はい、これでしょ。1番じゃあ2番3番止めてやるぜ。よし4やめ行ってきます。シャーラーシャー。もういいんやろなあいつ。何でもいいんだろ。そういうことや。嬉しそうやろお前。嬉しそう。俺決めた。外すんだろ。いや決めちゃダメだから。嘘つくな。
外すんだろ。逆にここおったらお前どうすんかな。これさ、あいつもダメ。いや、だから決める。え、決めるやんか。決める前提。決めて止めないとあかん。止めないと絶対ダメ。個人、もうほんま気じゃ個人戦をやった方がいい。そうっすよね。で、その後刺しても遠景にも入るんすもんね、だって。ピッ、もうお前もう自由やな、もう何してもええやん。俺人狼ちゃう、ほんまに。決めて決めてくれ。ほんまに人狼ちゃう。僕ほんまに人狼ちゃいます。これがほんまに罰ゲームの運命を握ってる一本やと思う。梅ちゃん、ごめん、後で1万円あげる。ほんまに頼む。市民の前結構やばい。梅ちゃん全然やばい。梅ちゃん、お前ちょっと待ってくれ。止めてるから。決めてくれ。決めよう決めよう、ほんまに全員で決めよう。決めさせろ。うわぁ、来た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 。あるって。また紹介試合、俺の気。うわ、これ止めたらあれやんの。もう正直関係ない、関係ない。決めさせてもいいよ。いや、お前人狼だ。ピーあいつ人狼や。またルキ。さあ、上司見上司見今お失敗はしとかなあかんもんな。やってない、やってない、やってない、やってないよ。全員決めたよ。決めたよ、よろしい。また抜き決まると思って。ごめんごめん。また抜きなんかするわけないでしょ。ちょっと待って。あれ、これ、もう、俺違う。お前、言うとく。俺、違う。じゃあ、人狼やと思う人、準備させてください。確定してる。両親を持って言ったら、俺を刺さん方がええぞ。俺、違う。せーの。あ、ごめん、負けて。俺だ絶対。お前やろ。もう、お前、あんな適当にやって。俺ちゃうって見てたよ、自分でも。点数がもう、どう頑張っても無理です。俺ちゃうって何よりも遠景にあれが決まった瞬間にも続くな。もうあれは絶対そうです。では、マギガ選手の結果を言ってください。発表して。マギガ君は、人狼。ではございません。え？お前や。お前やってんな、おい。え？お前や。では、人狼の発表をしてください。誰？人狼は誰ですか？誰？人狼は？人狼は。ほんまじゃ。梅ちゃんです。イエーイ。こいつやばい、こいつきつい、やばすぎ、やばすぎやって、やばすぎやって。マキシタチューブ。では合計を言っていきます。梅ちゃん選手20点。ありがとう。28点。うん、強っ。28点。マギーカ選手17点。17点。達也選手、はい、9点。エロまあまあギリやな。でも炎上選手7点、キジ選手5点。久しぶりにあの名曲が聴ける。あの名曲が、名曲が。あぶね。第7回のサッカー人狼いかがでしたでしょうか。この後全国ランダム移動、久々にあの名曲をみんなで聴きに行きましょう。よっしゃ。名曲こちら。さあ、サッカー人狼が終えましてですね、全国ランダム移動でございます。久々ですね。残ってる県というのは行ってない県でございます。行ってない県、なんで生まれたかというと、チームワキがみんなで行った県は消そうということでした。発表していきます。滋賀県、福井県、北海道、大阪、徳島、福岡、山口、そして行かないっていう選択肢も出てあげました。おお、いや最初から言ってたからな、そう普通。これは行ったら そこが消えて、またこのルーレットは残る、残る、残らんって。だから最後北海道の子やったら行かないで、北海道の子。ってことは、じゃあこれ最後まで残った県を冬休み旅行で。まあ旅行なんで旅行したい。旅行楽しかったすぎるやん。楽しかったけど。では、え、伊豆さん真ん中でどうするの。大阪大飛行機やな。なんでやねん。で、どこの県が好きなの。いやーす、いやー、もう最悪や。これ戻ってくんな、触んなお前。サッカー人狼負けたやつな。怖い怖い。何でも行かねんねん。まずは、シリさんの意見こちらです。行かない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 行ったって行ったもう行った。島田さん、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 ナンバーしてお前リンディングしてこい。ナンバーできてやつ。それでは、もうまた福井から福井に僕が行ってる映像はこちらです。着きましたよ。もうなんか終わったと思ったのに、なんでまた始まるん。あれ腹立つ。ほんで福井この間みんなで旅行来たやんな。来たな。なんでな。でもまあ電車で1時間半ぐらいから、まあ近くはある。その外れではないよ別に。当たりやな、どっちかというと。北海道とか当たるより全然いいから。まあでもどうせやし来たから、そのもう満喫して帰りたい。適当になんかして帰ります。鶴ヶの駅前なんですけど、なんかこれ2年前にできたらしくて、なんかここで福井のこと全部できるって聞いたんで、とりあえずここ行きます。
彼女がお肉食べれないので美味しい海鮮丼のあるお店を教えてください。大学生なので休めでお願いしますってコメント来てた。今日誕生日の人おめでとう、木下です。敦賀駅にある魚とご飯ますよねっていうお店で、まず値段が2680円で、もう輝きがすごくて思わずおほって声が出てもうた。こんなんマジで食べる宝石やろ。てか木下は宝石見るよりもこの海鮮丼見る方が興奮するわ。マグロにタイにサーモンに甘エビにイカに福井のありとあらゆる魚が乗ってて、マジで何食ってもうめえしか言えへんぐらいに美味しい。新鮮を食べてるって感じで、口の中で魚が次々と美味しいに変換されていく。敦賀港直送の新鮮な魚介を福井県の美味しいコシヒカリと一緒に楽しめて、これで1ヶ月くらいはいいことありそうな幸福感がある。見た目で美味しいのが確定してるご飯って、食べるまでの間にほんまよだれが出るような眩しいくらい輝く海鮮丼、ぜひ食べてみて。どうした？コロナがいい。はい、じゃあ痛風で足痛いのにこんなん食うから、ありがとうな。お服1枚、うん、金払いだけに来た福井。そう、ありがとう、助かる。今回やったらしい。なんか、だって福井来たし海鮮丼食おうかって言って入ったんですけど、ありがとうな、ただ飯。ごちそうさまでした。次もボンバー待ってるから。あ、せえへんせえへん、早く行こう。もうこのまま帰ろう。なんでやねん、お金使うのか言いたい。なんでやねん。お疲れでした。発信現場は大阪シティ、楽しみを届ける君の耳に全てのリスター、ほんまを気にピゴッパンリスペクト込めるリリー、夜中にこぼれる笑み、俺らが揃えば大胆不敵、梅ちゃん巻きかシンガーレイ、かわやねん。